全国の映画館では、正月にもかかわらず新作映画が公開されている。そしてお客が詰めかけている。一体誰が映画を見張るのか一体誰が映画をウォッチするのか映画ウォッチ超人シネマンデース・歌丸が2014年も立ち上がる。その名も、中刊映画辞表ムービーウォッチメン。 えー、さあ、ここから夜11時直前までは映画評論コーナー、週刊映画辞表、ムービーウォッチ面ンです。今、劇場で公開されている最新映画を、映画ウォッチ超人こと、シネマンで安歌丸がウキ,ウキウキウォッチング、その監視結果を報告するというコーナーです。今夜を使うのは、先週、先々週ですね。先々週ムービーガチャマシーンを回して決まった、この映画ゼログラビティ メキシコ人監督、アロフォンソ・キュアロンが、長編映画としては、2006年のトゥモロー・ワールド以来、メガホンを撮った、えー、久々に映画を作った、えー、SF 映画でございます。えー、事故により、無重力の宇宙空間に掘り出された科学者が、決死のサバイバルを繰り広げる。えー、主演はサンドラ・ブロック、ジョージ・クルーニーということでございます。さあ、ということで、リスナーの皆さんからの感想、またのな、監視報告、多数いただいております。ご紹介いたしましょう。えー、このね、ゼログラビティ、あの、 メールなんですけどね。やっぱ期待値が高いというかですね。まあ、評判が非常に高いということで、えー、あるんでしょうかメールの量非常に多いです。えー、コーナー最多クラスの勢いということになっているそうです。えー、しかもですね、感想は、えー、絶賛の意見が9割。 しかも2013年ベスト生涯ベストとする人も数多いということですあ、そうだ、ベストといえばですね、あのー、先々週かな先々週放送でやったシネマランキングそのもっと前、先々週放送だっけシネマランキング、あの、僕すでに2013年部、えー、全50何作 ?50 作か。先々々週か、えー、確定しておりますが、このゼログラビティも、あのー、ちょっと一応去年作品枠ということで、あのー、今日、 あの、評論が終わったら、あの、10位にこう、組み込ませていただきますので、果たしてえ、ベスト店内に入るのかどうかといったあたりもちょっと楽しみにしていただきたいと思います。えデ、ー、リスナーの皆さんからのね、えー、報告。まあ、絶賛の意見が9割と。で、非常に、えー、2013年ベスト、生涯ベストとする人も多いという。映像がすごい。映画というよりアトラクションのよう。アトラクション映画と言われるが、ストーリーに感動した。生きる勇気をもらった。全てが完璧などの3字が並ぶ。 え、方や、もちろん批判意見などもございまして、えー、人間ドラマが薄っぺらでリアリティがない、えー、クライマックスばかりで話は平坦、音楽がうるさい、などなど、えー、ただし、見て損をする映画ではないと誰もが一定以上の評価を与えていた。もう完全否定の人は一人もいないということでしょうかね。えー、ナットンさん26歳男性、えー、歌村さんこんばんは。初めてメールをさせていただきます。ありがとうございます。ゼログラビティ、友人から勧められて見てきました。結論から言うと、これは2013年のベストどころか、僕の中での生涯ベスト級映画になりました。 上も下もない宇宙という空間の表現、地球や星空の美しさ、えー、不安も高揚感も感じさせる音楽といった様々な要素が宇宙に一人ぼっちという圧倒的な孤独感をドライブさせ、それに対し向き合い、乗り越えるライアンね、まあ、主人公、サンドラ・ブロック演じる女性の各社、えー、ライアンの姿に強く心を打たれました、えー。主演のサンドラ・ブロックが持つ健全なセクシーさもこの映画の芸術性の高さに大きく、えー、寄与していると思いますし、91分という上映時間もコンパクトで最後まで緊張が途切れることなく見ることができました。またこれらの要素もさることながら、この作品の素晴らしさの肝は、 今、映画館で映画を見ることの興奮や感動を極限まで磨き上げた点にあると思います。えー、僕は i m a x で、えー、3D のものを見てきたのですが、大画面での迫力満点な映像、様々な角度から音に包まれるサラウンド感、爆音と静寂のコントラストは映画館でしか味わえないものです。えー、ということで、歌丸さんがどんな批評されるか楽しみにしています。ということです。納豆さんありがとうございます。えー、っと、あれえー、っと、一方で、ダメだったという人、えー、ダメだったという人はこれかなえー、っと、ラジオネーム。 アチやリュうさんかなアチやリュうさん。ええー、と、なるほど体幹映画。手に汗握った。 ところどころ持ちや、持ちら,られる POV。まあ、要するに、主観映像的なことですかね。もう効果的。音楽の使い方も周到だし、盛り上げ方もうまい。ラストはちょっといい感じでグッとくるような、えー、が、そこまでの映画だと。えー、ま、いろいろおっしゃってて、まあ、とにかくその物語不在だと。で、これを、えー、大傑作とか手放しで言ってしまうのはちょっと幼稚すぎやしませんか生理的なインパクトと快感に騙されてるだけでしょうが、みたいなね。ちょっと厳しい意見もございました。一方で、えー、っと、えー、っとー、 宮ヤさんという方から頂い,いてる。えー、これちょっと全部紹介できないんですけど、えー、宇宙関係の仕事をしている知人と鑑賞で、見終わった後、その知人の、宇宙のそのね、えー、宇宙の状況に詳しい知人のうんちこを聞いて楽しめましたと。えー、まあ、要するにちょっと映画は科学交渉的に、えー、決して全部正しいわけではないというようなね、あれはどうなんだみたいなところを聞いて、えー、楽しいんだというような意見もございました。ということで、ゼログラビティ行ってまいりました。さあ、行ってみましょう。えー、私もですね、まあ,あの昨年から、とにかくその、 いろんな、まあ、iMAX 含めて、えぇ、ー、iMAX3D とか、え 2D であるとか、あるいは普通の、まあ、リアル D とかの、まあ、3D であるとか、いろんな方式でちょっと見比べてみて今後もちょっといろんなセッティングで見比べてみたくなるっていうのはあると思いますね。はい。だどれも結構ね、毎回お客さん結構入ってて、うん、まあ、この正月対抗作品にあんまり目星のがないっていうのもあるかもしれませんが、あのー、明らかにやっぱ評判の高さ。まあ、予告の時点で相当ね、あの、劇場のどよめきで、あ、これはきっと入るだろうなっていうのはちょっとね、感じてたんですが。で、 こう僕の話ですけど、ある意味こういうのがこのコーナーで一番扱いづらいっていうね。つまりその、さっきのね、ちょっと否定的な意見があるにしても、見れば誰でも、あ、そのあるすごいという、そのすごい部分があるわけですよね。まあすごいと。で、かなりの確率で大半の人はこれはすげえとなって、なおかつそのすごいっていうポイントも褒め方も、まあほぼ同じにならざるを得ないというね。えー、まあそれぐらいですね。 まあ割と誰の目にもわかりやすく、えー、まあすげえとかそのエポックメイキングな作品っていうところでは確かだと思うんですよね。はい。えー、なので、まあ見た人にとってはおそらく僕がこれから言うようなことね、言わずもがなのことを改めてっていうこともあるかもしれません。えー、そのあわた、言わずもがなのことを改めて言わねばならんの覚悟の上で、これやっぱね、あの、 まあ、好きとか嫌いとか褒めるけなすは別にしても、2013年にこういう映画が出てきて、それをリアルタイムの観客はこう見たっていうことはやっぱ記録しとかないといけない。特に、この時代に仮にも公の場で日頃映画について語っている人間なら、まあ、言葉にしておかねばならぬだろうというね、早、はいことだと思いますね。ねえ行けばいいのにね、さっさとね。えー、ではどういうところがそこまで、まあ、画期的にすげえというね、話なのかというと、ものすごい大雑把に言えば、 まあ、あの、映画というメディアの、ま、そもそも根源本質の一つでもある、ま、言ってみればライド性っていうんですかね。ま、その、未知の感覚。ま、もしくは滅多に人が味わえない。人生では、普通の生活してたら味わえない感覚を、え、疑似的に体感させる。え、それの徹底追求。そのライド性の徹底追求、最新進化系。最新の進化系ってことですね。ま、特に、ま、アバター以降。 の、まあ、非常に流行しましたけど、3D 映画の流れの、まあ一種ちょっと究極系というか、えー、ことじゃないでしょうか。で、これ 3D 映画、まあそのアバター以降いっぱい出ましたよね。まあいいものもあれば悪いものもある。で、あのー、最終的には僕は、3D の使い方っていうのは、例えば、 あの、ホビットとかね、えー、の絵作りであるとか、えー、だいぶそのタイプ、作品のタイプは違うけど、フラッシュバックメモリーズ 3D とかみたいに、要は画面内に、えっ、ー、と、情報を何層か重ねて、レイヤー化して重ねる、えー、っていう見方。だからその 3D じゃないとちょっと分かりづらくなるような情報の重ね方をするような。で、3D で見ると割とシンプルに、逆にシンプルに見えるような。なんかそういう絵作りみたいな、 まあ、スフラッシュバックメモリーだと、こう、こう、えー、記憶の層が重なってるというのは、まあ、要するにその、とにかく、あの、奥に何かレイヤー的に重ねるという表現の方に落ち着いたかな。まあ、そういうのが効果的だなっていうところに落ち着くかなと思った時は思ってたんですけど、あれ、3D 使い方次第ではまだまだこんな可能性あったんだっていうね、ことですよね。まあ、とにかくまずは、 その、ライド性、ね、さっき言った、えー、なかなか味わえない感覚、未知の感覚を疑似的に体感させると、これでも映画が根源的に、もう映画ってのはそもそも最初はそういう見せ物だったわけですから、えー、というところにま特化するため、まあ、お話であるとか、 ま、尺ね。えー、まあ、91分ですよ。は、できるだけタイトに切り詰めて。登場人物とかも切り詰めて。それ以外の、ライド以外の要素は切り詰めてっていう。なので、まあ、一番その、あり方として近いのは、やっぱり、例えばディズニーランドのスターツアーズみたいな、ああいう映像系ライド、アトラクション、みたいなものがやっぱ一番近い。それのま、高級版というか、長尺版みたいなところだとあると思うんだけど、ただ、今回の、えー、ゼログラビティの場合は、 と同時に、最終的にその、ライド性みたいのを突き詰めた先に、ちょっとテーマ性みたいのが浮かび上がって、あの、ライド性もあるのにテーマ性もあるじゃなくて、ライド性の先にそのテーマ性が見えてくるみたいな、えー、というところが、まあ、あ、なるほどな、これはすごいかもな、というあたり、まあその辺はちょっと後で言いますけどと、えー、なのでですね、 まあ、とにかくこのライド性というところが大事なので、体感性というかですね。あの、本題に行く前に、これはもうはっきり強調しておかなきゃいけない点なんですけど、今回のゼログラビティ、まあ、グラビティという作品は、まあ、いつも僕がどの映画も映画は映画館で見ないとダメですよと、DVD で見るのはぎじちょっとこう疑似的に補うようなもんですよと、えー、音楽ライブに、DVD 見るのと音楽ライブに行くのは全然違うでしょそんぐらい違うんですってことは言ってどの作品だってそうなんだけど、今回のゼログラビティは特に、どんなセッティングで見るか。 特に、えー、印象が固定される初見、初見ですね。一回目見るときに、どんなセッティングで見たかがすごく重要だと思いますね。だから一回目に最高のセッティングでできればね、一番いいセッティングで見て、その印象を胸に生きていってほしい。<laughs> だってほら、いつまでもそのさ、ね、でっかい会場で見れるとか限らないわけだから。まあ、はっきり言えば、もっとはっきり言えば、現状で言えばやっぱ IMAX ですよ。すいません。すいません、他の方式の人。IMAX で見てください。 はい。えー、まあ日本の iMAX は現在ね、えー、ちょっとミニなサイズ、フルサイズじゃなくてミニなサイズしかないね。ので、フルサイズで見たいと思ったら一番近いとこで、えー、台湾っていうね、えー、話はよくしてますけど、まあ,あの、いろんな方式で僕見比べた結果、やっぱ、やっぱもうだん、もう全然 iMAX。もう全然 iMAX っていうか、iMAX 以外、ちょっと、全然ダメぐらいの感じかもしれないですね。えー、で、ぶっちゃけ、それ以外の下手な 3D 方式、 ま、暗くて、メガネが重くて、視界狭くて、まあ、もうどの方式とは言いませんけど、より、下手すりゃ 2D で、クリアに見た方がまだマシ感は正直ちょっとあったんですけど、いろいろ見比べた結果。でもやっぱ 3D 全、全、が全体になってる演出であるとか、絵作りみたいなのも結構多いんです。それも、その瞬間的なギミックとして、あ、ここ 3D で効果あるねっていうよりは、あの作品の本質に関わる大事な部分でそういう演出があったりするので、あのー、まあ、やっぱ iMax に行ってくださいと。 で、めんどくせえなって思うかもしれませんけど、例えばね、過去の映画のその歴史の上のその名作に例えて言うなら、分かりやすいこところ言うなら、随分前にシネマハスラーで特別枠で扱いました。アラビアのロレンスね。デ、えー、ビッドリーンのね、まあまあ、もうこれ,これを名作と言わずとしてっていう、あ、ピート・オートールなくなっちゃいましたけど、アラビアのロレンスで、えー、途中、まあ、オマーシャリフ。 演じる、ね、その、アラブのその男がですね、まあ登場する有名なシーンがあるんですよ。えー、で、まあ砂漠のこう向こう地平線があって、まあ砂漠ですよね。何もない砂漠の地平線の向こうに黒い点がポツンって見えたかと思ったら、それがだん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 近づいてくると、あれ人かかも、まあ、こう、かげろうっていうかこういうので、まん、あ、ま見えないだんだん近づいて、あれ人かしかも、向こうからこっちが狙撃してくる。わーっていう、あの、だんだん近づいて人かわ、怖いっていう、あの場面ね。 あれは、あの場面、例えば、アラベノロネス、前編にわたってそういう演出多いですけど、小さい画面じゃそもそも場面の意図が伝わらないっていう、そういうのはまあ当然あるわけです。そういうのは映画にあっていいわけですよね。なので、 え、今回のそのゼログラビティに関してもですね、ね、もちろん、もうこれ言うまでもなく、後から DVD とかテレビとかね、もしてタブレットとかスマホとかで見て、なんか、ね、褒めてるやつ多かったけど、大したことなくねとか言うとか、も論外ですから、もうね。そういうことうでも実際多いじゃん、他の映画ではさ。他の映画だって論外なのに、もうますます論外だからさ。えー、でね、もうこれもよく言われてることですけど、例えば2001年宇宙の旅をですよ、こう、えー、劇場公開、最初の劇場公開当時にリアルタイムでテアトル東京、 シネラマで、えー、方式で見れた人ってラッ,シラッキーだよねっていうっていうのと同じように、えー、一応さ今そのゼログラビティが限りなくベストに近い状態で見れる iMAX でやってんだからさでそれはもう しばらくや、見れねえんだからさ、行けばいいじゃない <laughs> うん、ということだと思います。これはもうリアルタイムでの観客の特権ですが、さっきの26歳の、あの、えっと、なんだっけえっと、何さんだっけえー、リスナーの方が、あの、生涯ベストだっていうふうにおっしゃるのは、その、やっぱ26歳って年齢もあって、要するにリアルタイムで見たっていう、それは、それをゼログラビティが俺、生涯ベストだなっていう権利があるってことなんですよね。はい。ええー、ことだと思います。で、まあ、とにかく、結果、 褒めるにしてもけなすにせよ。もう悪いことは言わないから今、今言っときなさい。という映画でございます。はい。というね。でね。 もう、ま、あちょっとこういう話続けますよ。見に行くにしても、まあ、このコーナー聞いてるような人はそんなことまずしないでしょうけど、最近多いんですよ。その、死年婚になってから特にあの、映画始ま、まあ、そんなことねえか。昔が多いけど、とにかくさ、あの、映画が結構始まってから入ってくるね。人、多いですよね。下手すりゃ10分くらい経ってから、15分くらい経ってから入ってくる人も結構、最近全然多い、多かったりするんですよ。もう席が決まってる安心感ですかね。えー、なんだけど、いつも以上にそういうのマジダメだからね、と。<laughs> あの、ゼログラビティの最初の15分見逃して入って 来るやつは死んでしまえ <laughs> あの最初の十運分こそが一番大事なとこなのであのぜひぜひちょきちんと最初から席についてご覧になっていただきたいと思います。えー、何しろですね。 ま、さっき2001年宇宙の旅、ちょっと引き合いに出しましたけど、様々な点でね、2001年宇宙の旅比較されること多い。ま、当然宇宙舞台ですし、ええ、ま、ちょっと思わせる場面も多かったりするんですよ。はい。え、で、2001年と比較されることが多いっていうだけで、どんだけっていう話ですけどね。ま、個人的にはそれは言い過ぎではって気持ちなくもないが、まあまあでもそもそもどんだけですよ。そんぐらいすごいと。え、で、個人的に僕ね、今回のゼログラビティで一番2001年ペー !2001 年宇宙の旅ペーって思ったとこはドアなんですよね。 えー、まあ、あの、宇宙空間がいかに人間にとって過酷な環境であるかっていうのを示す、まあ、字幕。まあ、最初にワーナーブラザーズのそのね、あれが出て、まあ、いつものあれ、あの、金色のやつじゃないですよ。ちょっとこう、色が消えたからね。渋いやつで。で、あの、宇宙空間がいかに人間にとって過酷な環境で、生きられない環境であるかを示す字幕が出て、だんだんこう、えー、情報が変わってくるにつで、ギャー、音が盛り上がってきて、あ盛り上がってきて、タイトル、ね、グラビティ、重力、ドーンってこう、ガーンって盛り上がってかの、 いきなり無音になって、地球が画面いっぱいにばっとこう広がっている。この編集のメリハリ、切れ、ここがすげえ2001年宇宙の旅、ぺ2001ぺー、ぺー、ぺー,ペー,ペー,ペーっていうね、<laughs> ことだと思うんですけど、で、ドーンとこうなります。 無になります。ここから13分。まあ、なんか、あの、見る資料によってちょっと、ちょっと時間のそのあれがまちまちで僕映画館でストップウォッチ測ってたわけじゃないんで、ちょっと正確じゃない。まあ、一応、プログラムには13分って書いてありますけど、13分間。まあ、監督のアルフォンソ・キュアロンさん、お箱のですね、えー、超絶的に長いワンショット。要するに切れ目がない、カットで切れることがないワンショットが始まるわけですけど、まず、もうこの13分間のワンショットがすげくねえとは誰も言えないでしょやっぱそれは。っていうぐらい、基本的に はい。えー、まあ、さっき言ったように画面いっぱいに広がる地球がこう、まあ、映されてるわけですけど、まあ、その 3D 効果によって、その空間の広がりも、ま、ちょっとこう体感できるようになってるので、すでにここで、確かに景色としてはね、こう、えー、地球のこの境目がボワーンとこうなってて、もう綺麗なんだけど、ものす、言ってみればものすごく高いところに、半ば逆さずりされてるようなちょっと心もとなさっていうか、夜るべなさが、もうすでにファーストショットでちょっとあるわけ。で、この、夜るべなさっていう感覚、 心元なさ、よるべなさって、この感覚が前編にわたって肝になってるんですけど。で、ええー、まあ僕ずーっと無音状態ですよね。無音状態がだんだん次第に、ええー、更新音みたいなのが入ってる。ピピピピ。まあ宇宙飛行士と NASA の管制局と思われる更新音が入ってる。で、この NASA の管制局の声が、まあこう最後にクレジット見ると、あ、エドハリスだよっていうね。ええー、まあアポロ13であるとか、ライトスタッフであるとか、ええー、まあ宇宙のオマージュみたいなところで、まあエドハリス。まあこんなのは小ネタの部分ですよ。で、 えー、あ、ちなみにこの映画の、顔を出して喋る登場人物は二人のみですっていうことですからね。そんぐらいタイトな作りなんですね。えー、で、こう、更新音が聞こえてきたなと思うと、さっき地球がこう画面いっぱいにあるって言いましたけど、えー、画面の右奥にちょっと白い点みたいなのが見え始める。えー、で、それがだんだんこう次第に近づいてきて、3D 効果ありますからね。だんだんこう手前にこうそのちっちゃいものがこう近づいてきて、あれあれと思ってると、スペースシャトルとその周囲で作業する宇宙飛行士、まあ、三人だってことがわかるという。えー この流れになってるわけですね。ここまでカット途切れないですよ。これさっき言ったアラビアン・ロレンスであら、オマーシャリフが登場するシーンの演出のある意味アップデート版的な演出と言ってもいいと思うんですよね。えー、点だったものが近づいてきたら、ああ、これだったか。だから、これ、うがった見方すれば、あの、サンドラ・ブロック演じるライアンさんと、えー、と、ジョージ・クリニー演じるマットっていうのと、もう一人、ね。 宇宙飛行しますよね。あれ、役名がシャリフじゃないですか。ちょっと、ひょっとしたら、ラレベアのロレンソオマージュなのかなちょっとうがった見方すればなんていうね、ありますけど。で、ここでですね、これまだ見てない皆さんに、えー、この場面の凄さみたいなのをもうちょっとわかりやすく頭の中に浮かんでていただくためにですね、アバター以降の 3D 映画の 3D 効果が特に、えー、効果的に感じられたところっていうのをね、思い起こしていただきたいんですが、要は、 画面の中に一点何か物体、えー、浮かんでいたり飛んでいたりする物体があって、そこを中心に空間の、えー、奥行きなり広がりなのを感じさせるっていう時に、おお !3D! っていう感じが、えー、特に感じるんじゃないですかね、これね。っていう、だからその、えー、うち、さっきのね。 地球があって向こうから小さいものがやってくる。えー、ゼログラビティは、えー、この場面だけではなくて、ね、その特性、要するに 3D がここが効果的だっていうところを徹底的に利用尽くした作品だと言っていいと思うんですよ。えー、で、だんだんこうスペースシャトルが近づいてくる。えー、要するにそのスペースシャトルが中心になる物体ですね。3D が効果的なのは何かここに物体が浮いているっていう状態だと思ってください。えー、で、近づいてくる。最初はその 3D、スペースシャトルが中心です。で、ぐーっと近づくに従って、そのまま今度は、ジョージ・クルーに演じる宇宙飛行士が中心のオブジェになるんですけど、この宇宙飛行士は、えー ジェットパックでこう遊泳しているので、この人が中心になるということは、今度はカメラがその宇宙飛行士と一緒にですね、ぐーっと、我々の視点はその中心の物体なんだけど、後ろの背景がぐーっと奥行きそのままに、全体がガーッとこう動くということですね。カメラごとぐるーっとダイナミックに、まあ、上下に反転したり、左右にこうぐーっと回り込んだり、えー、文字通りカメラごと遊泳し始めるわけです。僕今こうやって話してるだけで酔ってくるんですけどっていう、そういうぐーっとこういう効果がある。えー、ということですね。で、 3D の要するに使い方として、3D が一番使い、あの、うまく見える効果っていうのをもう全編にわたってもう追求しているという。えー、まずここが一つのうまさだし、あともう一つここうまいなと思うのはですね、えー、さっき言ったようにですね、ここ映像の圧倒的なライド性で魅了するシーンなんですよ。別にこれだけでいいんですけど、同時に、ここの、まあその更新している会話であったりとかが、さりげなく主要登場人物のキャラクターのあり方の説明文字、さりげなく、淡いんですけどね、さりげなくしているところです。つまり、 えー、もうひっきりなしに冗談言ってるわけですよ。その管制局と、えー、そのジョージ・クルーニーは。まあこれによって、そのジョージ・クルーニー側は非常にまあベテラン飛行士で。まあその会話の中からどうもこれが引退、えー、宇宙旅行らしいというのも分かってきたりなんていうのが分かる。で、それと非常に対照的にですね、えー、サンドラ・ブロック演じる、まあライアン・ストーン博士、まあ、実情の主役ですよ、は、その冗談に全く一切加わらないと。 えー、どころか、宇宙作業に不慣れでなんかちょっとこう、余裕がない感じ。音楽消してとかね。えー、いう感じ。なんとなくちょっとこう、他の人に比べると心を閉ざしてる感じみたいな。ここはまさりげなくこう、この会話の部分でも出てくると。ライドの部分だけでも結構情報多いのに。それで加わってくると。で、当然、この対比がですね、えー、この後に起こる事態をよりスリングにもしてるわけですね。つまり、えー、より慣れてない方の視点。 で、まあ、話が進むわけですから。それは、ま、我々が感情移入しやすいですね。宇宙飛行を我々したことないわけですから。え、どうすんのどうすんのここは感情移入しやすいですし。えー、さらにそれだけではなくて、まあ、彼女がなぜそういうふうにね、例えば冗談とかにもそんなに乗ってくるわけでもないし、あと宇宙空間何が好きって言われて、えー、静かだから好き。ね、えー、みたいなこと言いますよね。なんでそういうことを言うような、 に至ったのかなんでそういう世界観を持つに至ったのかという、まあ、後に明かされる、えー、彼女に関するエピソードによって、要は、非常にその効果的に、観客が、まあ、効果的に短時間にでいいですよ。非常に効果的かつ短時間に観客が感情移入しやすいキャラクターになってるわけですよ。えー、という仕込みをもう冒頭の、もうすでにその、映像的にもすごいところでキャラクターの仕込みもきっちりやってるっていうね。えー、うまいあたりだなと思いますね。えー、特に、その、 宇宙空間を静かだから好きっていうようなことを言う人っていうのが最終的なテーマ性と関わる重要なディテールなわけですよね。さりげないセリ会話に見えますけど。なので、それを序盤でさりげなく出す。うまいねうまいねおいおいおいおっちゃうまいねおいおいとね。<laughs> ペーだけじゃないね <laughs> !2001 年ペーだけじゃなかったねと。えー、うまいといえばですね。 えー、まあ、さっき言ったオープニングショット、まだまだずっとね、その、さっきからカット変わらず続いてるんですけど、僕の話の中で。えー、まあ、ジョージ・クルーニーの視点でぐーっと回ると思ったら、まあ、今度サ、そのサンドラブロックさん、まあ、そこは固定されて、ま、あ作業してるわけですけど。で、そこにま、ジョージ・クルーニーがさらに合流して、二人で向き合って作業するという。えー、で、ここでね、例えばサンドラブロックがですね、えー、作業しながら、仕切りと、 まあ、無重力上にこう、ぐにゃーっとこっち側に傾いてくるコードをしきりとこう、避ける仕草とかをしてるわけです。これ普通の実写映画だったらまあ、何気ない仕草なんですけど。 ま、当然のことながら、これはものすごく計算され尽くした、要するに寸分たがわぬ計算のもとに、こう作られた動きであり、CG でありなわけですよね。で、このさりげないけど、これがあることで観客が無意識レベルでもう、ここはま、無重力の空間だなっていうのがまあ体感できると。で、さらにこう作業してるとですね、途中、えー、これ非常に印象的なところなので覚えてる人多いでしょう。えー、ネジが途中、あっと、う、あっつってこう、 空中にこう、宇宙空間に飛び出して、それになって、それをパッとキャッチするということですね。さっき言った、画面中心の物体がもたらす 3D 感。まあ、これはやっぱ当然すごく出てる場面。であると同時に、だからさっきのスペースシャトルネジですよね。で、えー、と同時に、ともすると、宇宙空間にくるくると放り出されてしまうかもしれないんだよと、この世界では物体は。という、まあさっき言った、夜るべなさ感、心もとなさの、えー、ちょっと、まあ、さらに、さりげない布石なんいうあ、もうともすると、 ともすると、こっちに行ってしまうということ。で、言うまでもなく、ここでくるくると宇宙の空間に放り出されるちっぽけな物体っていうのは、この長いショットの終わりを飾る、数分後のサンドラブロックの姿を暗示をしているわけですよね。うまいなあ、うまいなあ、というねことですよね。だからちょっとこう、あ、嫌な、なんか嫌な予感するぞと、ね。えー、ね、言ってますよね。登場人物も何度もね。えー。 で、まあ、ここから起こる事態の凄まじりさですもうさっきから言ってますけど、ここまでカット一回も変わってないから続いてますからね。ええー、ま、予告編映像などでもね、結構見ている人多いと思います。ここからドーンと事故が起こる。ええー、さっき言った、その宇宙へのショットで、すでにね、結構優雅に回るところでも結構グラングラン来てる、こっちの上下左右、ええー、なんていうんですかね、位置間隔がグワングラン来てるところに、その宇宙ゴミがボーンって来て、スペースシャトルがグワングワン回り出すで、その先っぽのアームに取り付けられたサンドラブロックがギャー、グワーン、グワーン、 って割にもう笑うしかないっていう。<laughs> この空間感覚の中でそれやられたらもう笑うしかないっていう感じになるっていうね。えー、ことだと思います。これはもう全てだからそこまで、中東にこの空間のその無重力感であるとか、その、その空間の実感みたいなのをすっかり観客に実感させているからこそのもう、えー、ことだと思いますね。もう目の前で巨大なものがもう回っているっていう感じがする。えー、で、まあ、そっからベルトをこうポンと外した途端。 ま、そのライアン博士、え、宇宙空間のその、空の、文字通り虚空の中にポーンとこう、くる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 ーっと、もう、はい、まさにさっき言った、え、中空を漂う、そのオブジェが向こうにくーっと行くようになって、こう、で、そこで、え、映画が始まって13分間、え、経って初めて、 カットが変わるわるけで,す、ね、で、えっ、ー、と、アルフォンソ・キュアロン監督ね、えー、本当はこれ映画全体ワンカットにしたかったくらいのこと言ってるらしいんですけど、で、確かに僕も、一回目見た時はそこでパッとこのカットが変わった時に、あ、あ、なんだ、ここでワンカットやめちゃうんだ、と。えー 若干失望したのはこれ初見時、失望したのはちょっと事実なんですよ。えー、とはいえですね。まあおそらくは後で言う理由からやはりオールワンカットはちょっと難しかったのかなと思いましたけどね。はい。あの、映像技術的には全然できるはずなんですよ。だってデジタルで全部続けてるな、わけなんだから。えー、なので、まあ単純にそのストーリーテリング上の問題から難しいのかなとかいろいろ思ってたりはしましたけど、はい。えー、で、ただね、えー、まあ少なくともですね、 え、別にこの映画全編ワンカットで通すタイプの映画じゃないっていことを分かった上で見ると、え、要するに僕、え、2回3回目以降見た感覚から言うと、ここでカットが初めて切り替わるっていうのはすごく効果的だっていう風に僕考え直しました。ごめん、キュアロン。ごめん。俺、朝かった。ここカット感のすげえいいやと思いました。えー、どういうことか。 つまり、えー、ワンカット長回しがずっと続くっていうこと、これ映画の一般論で考えてもいいですけど、ワンカット長回しがずっと続くということは、少なくともその場では同じ一定の空間と時間がその間は持続しているっていうことですよね。ね。えー、だからこそその中で突発的に、例えばミハイル・ハネケの映画の長回しで、そのずっと長回しで起こってる空間で何か突発的なことが起こると、うわっていう。 そういうことが起こる時空なわけ、これは、みたいな感じがすると。えー、なんですけど、まあ、同じ空間時間がその間は持続しているということだから、えこ、ー、のゼログラビティで言うと、その中に一観客をもう十二分に入り込ませた上で、この時間空間の流れがずっと続くんだろうな、ぐらいに思わせた上で、それを文字通りですよ。 カットするわけですよね。断ち切ることで、えー、パッと変わった、今度は続く、えー、今度は、ライアン飛ばされる、こう、ライアン博士側の視点になるわけですよね。はい。えー、ですから、要すに、切り離された側のよるべなさ、えー、頼るもの,のなさっていうのが、このカットされる、要するに、さっきまでの時空じゃないところに切り離されて、こっち側の視点になるっていうところで、もっと、 もっとこう、掴むところが、ああ、ああ、離れてっちゃうっていう感じが、もっとする効果的なことになってるなと。だから俺ここで切ったのは、OK! っていう。<laughs> お前がなんで OK 出すんだ、監督に言っていう。<laughs> ありますけどね。で、まあ、そこからカット切り替わって、さらに今度は、 えー、ライアン博士が、えー、ジョージ・クルーニーに救出されるまでの、これまた結構長いワンショットになっていく。えー、コカ・コーレまたすごかったりするんですけど。はい。えー、で、ちなみにですね、このアルフォンス・キューロン監督、えっ、ー、と、まあ、驚異的な、そのワンショット長回し、えー、で、まあ、緻密に計算され尽くし、構成された、その長回しっていう、えー、まあ、 特に印象づけた作品といえばですね。まあ、前作ですよ。2006年、トゥモローワールド。ね。トゥモローワールドでね、すごい評判になって何撮ってたのかなと思ったらこればっかりやってたってことですけど、えー、長編デビュー作の、あの、トゥモローワールドがすごかったという、いきなりそうなったっていうよりは、あの、見直してみるとですね、フィルモグラフィーを、長編デビュー作の最も危険な愛し方っていう作品からずっと、えー、大きく言って2つの要素あって、まずは、 えー、実は徹底的にコントロールされた画面構成。この実はぐらいのバランスなんですけどね。徹底的に、えー、コントロールされた画面構成。例えば、えー、最も危険な愛し方。あるいはその、えー、小工場のその映画化。リトルプリンセスであるとか。あるいは大いなる遺産というね、ディケンズの映画の、えー、映画化であるとか。えー、これとかだともう、この3作共通してるんですけど、ちょっとわざとらしいぐらい、全編にこう、緑が使われてるんです。緑の使い方が。もうこれ緑3部作って言っていいと思うんですけど、その初期3作は。えー、とかね、そういう、まあ、実は緻密にコントロールされた。徹底的に、要するに コントロールフィーク的な画面構成。えー、あとですね。もう一つはもちろん、えー、リグリとこう、ダイナミックにカメラを動かして、まあ、時間、空間を持続的に切り取っていくと。で、その、そ,その、その、えー、先にある、要するに持続的に切り取っていくっていうことを突き詰めていくと、えー、できれば、ずっとこのショットを続けていきたいんだろうなっていう欲望が透けて見えるような長回し思考っていうことだと思います。えー、例えばさっき言ったディケンズの、その大いなる、え、遺産のその映画化の時点で、あの、 ティモローワールドでちょっと一種完成を見る、理事的な長回しみたいなのすでにもう試みられてますし、えー、ということだと思いますね。はい。あ,あとは、ま、その、ま、長回しの効果がある部分みたいな他もいっぱいあるんですけど、ちょっと上げてると時間がない。まあ、とにかくこの2点。 ええー、徹底的にコントロールされた画面構成、ええー、と、グリグリとダイナミックにカメラを動かして時間、実感空間を持続的に切り取っていくという、この、ええー、思考。これはもう完全に彼のアルモンズ・キャドのサッカー性として一貫している部分だと思うんですよ。ええー、で、その意味ではやっぱり、あの、カメラマンのエマニュエル・ルベツキさんという人の、このコンビが非常にでかいということだと思うんですね。はい。で、その意味で、ええー、で、まあ、ここにそのトゥモロー・ワールドにも参加していた視覚効果、ええー、監修のティム・ウェバーさん、この三者。 まあ、さらに加えるなら今回だと脚本書いてる息子さんのホナースキュアロンさん。 えー、アニンガーっていうね、途中通信をするね、えー、ま、あの、イヌイットの、えー、人の、まあ、えー、短編のね、そっちをスピンアウトオフなんかも撮ったりしてますけど、えー、まあ、じゃあこの3社もしくは4社が作り上げたこの本作、えー、ってことですからね。まあ、これほど今回このメイキングが見たい作品って一体どうやって作ってるのかってこっちもう、あの、話に聞いてもよくわかんないっていうね、説明されてもっていう作品あると思いますけど、とにかく、あの、アルボンソ・キャロン、今までその、一貫した作家性、求めてきたその作品性ってのがあるんだけど、その意味では極端な話 し、アルフォンソ・キュアロンの今までのフィルムグラフィーは今回のグラビティを取るためにあったんじゃないのかっていうぐらい今回本当全てがうまくいったパターンじゃないかというふうに思っておりますはい、えー。ただまあもちろんさっき言ったように極端な長回しっていうのはですね冒頭のみであとはまあ要所要所 まあ、例えばラストね、えー、地球に帰ってきてからとか、えー、効果的な部分にのみ使われてるだけなんですけど、えー、なんからその意味ではだんだん、だんだん割と普通の映画っぽくはなってくるんですよ。いろんな作りが。えー、なんですけど、えー、おそらくですけど、 この辺りじゃないですかね技術的にできないってことじゃないと思うんで、あまりワンショット長回しをしつこく続けると、これはまさに長回しという技法のまさに副作用の部分、これも一般論的に言える副作用の部分なんですけど、要は長回しあんまりすると、カメラが意識されすぎちゃうんですよね。えー、撮影者の存在を観客が意識してしまうと。で、特に今回ライアン博士が単独行動になってから先、あんまりそれを続けると、 なんか孤独感が出ないっていうか、なんか横に誰かがずっと寄り添ってる感じがしちゃうと思うんですよ。っていうか、っていうか誰っていう。僕あのトゥモローワールドの時点で、っていうかこの勇気ある撮影者は誰っていう感じがちょっとでしてきちゃったりしたんで、これはまあ一般論的にね、あの、ある弊害なんですけど、なので、まあ今回もね、正直、 何か所かあるんですけど、あの、火事だっていう時に、その火事だっていう画面を一回振り返る、この気のきいた撮影者は誰だって <laughs>、思わなくはないけど、まあ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 、まあでも妥当な、物語を語るには妥当な線だというふうに思います。その分、まあ今時風な、さっきね、えっ、ー、と、メールにもありましたけど、今時風な、まあ要は、FPS ゲーム風というか、まあ主観映像みたいな組み合わせとといったあたり、えー、だと思います。プラス、あれですよね、エンドウォッチの表なんかでも言いましたけど、あの、要はこういう、いわゆるこう、なんていうんですかね、 あの、ファウンドフッテージものの流行なんかもあったりとか、まあスマホで、要するにみんなが映像を撮ってる時代なんで、割と誰が撮ってるか問題は気にしない感覚に2006年以上に今なってるっていうところ大きいかもしれません。はい。えー、あとですね、割と映画の、普通の映画っぽくって意味では、音楽のスティーブン・プライスさん、まあ非常に評判もいいみたいですけど、確かに無音状態に嘘って 嘘とは言えない範囲でガシャーンとて怒ってるのに実際の音ではなくここは音楽なのかそれ、こう、際どい線のね音つけてて上手かったりするんです、あのうまいバランスだとは思うんですけど、えー、好みからすると僕ちょっと音楽が上舌すぎるかなって気もちょっとし、なくはなかったですけど、ね、音楽って音の使い方とか。例えばある場面で、 え、ちょっとびっくりするものがボーンって出てくるところがあるんですけど、そこで本当に、じゃーんって音楽が出た時に、意外とベタってこう。<laughs> ま、でもその意外とベタがこの映画の実はいいところでもあったりする。気取ってはいないっていうところがで、そうじゃなくて例えば2001年ね、宇宙の旅風のね、あんな感じの音の使い方、それこそ無音とかを、あんまり使いすぎると本当にアート映画みたいになっちゃって、こけちゃった可能性もあると思うんで、これはまあ良しの部分だと思います。で、それぐらい、 もう一歩間違えるとアート映画になっちゃうぐらい、やっぱりすごい大胆な企画だし、挑戦的な作品だし、えー、そしてこれはやっぱり、えー、で、その中でやっぱこれ以上ないほどの成果を上げているということだと思います。えー、ライド性をこう徹底追求した先にですね、えー、安定した重力のある世界、イコールこの生命ある世界の皇帝へと文字通り着地する、そのさっき言ったよるべない、じゅ、よるべないよるべない、やっぱり、えー、安定した重力、えは、ー、いいよねっていうところにボーンと着地 重力の肯定ってなったところで重力ってタイトルが出るっていう、うんこれもう憎らしいほどうまいっていうことだと思いますし、えー、あと完璧にその静かな無の世界、えー、まあ、それが宇宙ねなんですけども完璧に静かな無の世界、まあ、主人公は、えー、要するに心を閉ざしてそこを肯定する世界観だったんだけど、えー、よりもやっぱりそれこそね虫やらカエルやら。 あともっと言えばやっぱりその重たい何やらかんやらですよね。重たい大変な何やらかんやらがあるこの性の全てを肯定したいじゃんっていうこのテーマ。まあ、それこそ、ええー、このムービーオッチメインでまつかったかぐや姫の物語とも、 のちょっと通じるテーマかなというふうに思います。あの、公開を遅らしてまで完成度を高めた話であるとか、そもそも映画を作り始めた時点でこの映画ができる技術がないとか <laughs>、そういうとこもすごく、あの、大胆さもすごく近いものだと思います。はい。えー、で、まあ先ほど言ったような理由で、まあね、放題グラビティっていう、で行くねっていう気もしますけど、まあそんなのはいいか。はい。あと、まあ科学交渉的に、あの、ちょっと気になるところがないわけじゃない。あの、ジョージ・クルーニーをバッとこう掴んで、っていうところありますよね。 あの場面気になった場面人多いと思うんですけど、え今止まってんだからもう止まんねこれっていう <laughs>。話しても止まんねっていう。あそこはちょっとなんか、ためにするスリルって感じがしなくもな。まあ、でもそんなことはどうでもいいです。えー、ともあれね。今これを見なくして、うん、何を見るのという作品なのは間違いないと思います。しつこいようだけど、iMAX でぜひ見ていただきたいと思います。えっ、ー、と、あの、 ピンとこないという方の意見もわかる気がします。あの、僕、ライド感が薄いようなセッティングで見ちゃった時は、正直90分でも長く感じる部分がなかったわけじゃないです。なので、やっぱりセッティングすごく大事です。えー、ってことだと思いますので、ぜひ、あの、この作った人たちのですね、偉さに、あと、やっぱりそのリアルタイム観客の特権を享受する意味でもですね、ぜひぜひできるだけ良いセッティングで、えー、今すぐ劇場に走っていただきたいと思います。本当にあの、心からおすすめウォッチメンでございました。さあ、えー、ということで、 あ、ランキングこれやっちゃいますか。はい。えー、ということで、2週間前に発表した2013年シネマランキングベスト10、ワースト &1 のリストにこのゼロ,ゼログラビティ、えー、どこに入るかと申しますと、4位に行きたいと思います。っていうのは、まあ、すいません。あの、セデックバレ、かぐや姫の物語、悪の法則、この、えっ、ー、と、3本は僕ちょっと譲れないあたりなので、えー、ですが、僕、この、これにゼログラビティを入れたこの4本は僕の中ですごく、えっ、ー、と、ちょっと通じる、あのー、ものがありまして、要は、 映画というものが描き続けてきたこと、あるいは描こうとしてきたこと、もしくはその先を描こう、その先みたいな、それを、えー、なんかこう、挑んで、で、成功しているこの4作、えー、あるいは、無茶な、よくこんな映画撮ったなというふうに簡単せざるを得ないこの4作という意味で、えーえー、この4作、僕は自信を持ってこの上位は、はい、押せますね。はい、えー、ということで、ゼログラビティは2013年4位に私入れさせていただきました。